難関資格の最短ルートはアガルート。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、大阪大学の MBA に対する、対策を説明していこうと思います。まずですね、注意していただきたいのは、大阪大学の MBA はアカデミックな研究を重視していますので、アカデミックな普通の大学院を目指す入試とあまり変わらないですね。一般的な MBA としてイメージしているようなケースメソッド型の MBA とはですね、ちょっと受験対策が異なるという点をまずご理解いただいて、これから動画をご覧ください。まず入試時期ですけども、1年間に2回実施されてます。夏入試というのが7月に出願する入試の機会で、2回目が冬入試というもので11月に出願する入試の機会となっています。受験倍率はですね、4倍です。約かなり高くなってますね、 MBA としては。とはいえですね、この4倍という倍率は大阪大学大学院のですね、経済学研究科全体の倍率でして、大阪大学の MBA というのはこの経済学研究科の中の経営学専攻があって、その中のビジネスコースが大阪大学の MBA なんですね。だから経済学全体では4倍ですけども、じゃあ MBAビジネスコースはどのぐらいの倍率かというのは公開されていないので、正確には分かりません。ですから、まあ大体経済学研究科が4倍なんで4倍ぐらいだろうという意識でいていただければと思います。で、入試科目はですね、まずは英語ですね。これは英語の試験があるわけではなくて、 TOEFL だとか TOEIC のスコアを提出します。で、2つ目が研究計画書です。これ MBA によくある形ですね。それから小論文、そして面接ですね。この4つが課せられています。ではですね、ここから具体的な入試対策説明していきます。まず英語ですね。英語は先ほど申し上げた通り、 TOEFL だとか TOEIC のスコアの提出ですね。まあですから筆記試験とかあるわけではないんですけども、まあ TOEFL、TOEIC を受けていただくということで、こちらはですね、TOEFL、TOEIC の参考書と出てますんで、そちらご覧いただければいいんですけども、英語が重視されている理由がですね、やはり大阪大学の MBA は世界最先端最新の研究を行うことで、我が国のその経済学研究をリードする存在だということですから、まあ、MBA の方でもその欧米のですね、学術論文の読み込みが必要になります。ジャーナルっていうものですね、それを読み込む必要がありますんで、まあ、原書を読むんで高い英語力が求められるということですね。ですから TOEFL、TOEIC のスコアもですね、しっかり準備していただければと思います。まあ、TOEIC で言うならば800点はクリアしている状態が望ましいですね。はい、次に研究計画書ですね。先ほどから申し上げている通り、大阪大学の MBA は学術研究を重視していますので、この研究計画書という書類がすごく重要です。これは入試の時、願書を出す時に同時に研究計画書も提出するものですけども、大阪大学の MBA に入ったらどんな研究をするのかという研究の概要をですね、まとめた書類になります。で、 MBA ですから、問題意識というのは実務上の問題をですね、アカデミックな研究テーマに昇華させる必要があるんですね。だから実務上の問題を学術的な用語に置き換えて研究テーマに昇華させるという作業が必要になります。ここが結構ですね、研究経験のない人にとっては大変な作業になるかと思います。で、実際にじゃあ研究計画書を書くときはですね、まあ、実務上の視点からだいたいこんなことを研究したいということを決めましたら、やはり学術研究ですから先行研究を読んでください。先行研究では解決されていない研究課題ですね、それを見つけ出すっていうことです。すなわち自分なりのサムシングニューですね、なんか新しいポイントを見つけ出す、それが自分なりのオリジナリティになって、その研究計画書というのが受験において高く評価されて合格につながりますので、先行研究を調査して、そこから先行研究では調査されていないことを見出すということをしてください。国内 MBA での研究っていうものがどういったものなのか、まだわからない方いらっしゃるかと思うんですね。研究したことがない方とかわからないかもしれません。その場合はですね、
こちらに紹介している本ですね、須田先生が書かれた、マネジメント研究への招待という本がありますので、まずこれをお読みください。これをお読みいただいて、あ、 MBA では経営学でこんなことを研究するんだなということを理解してください。でその上でですね、国内 MBA を目指すとなると、多くの方が市販の本を読んで、合格者の研究計画書の実例集みたいなのが市販の本で発売されてるんですよ。多くの方が MBA を受けるときはその本を読んで、あ、研究計画書ってこんな感じなんだって理解して書くんですけども、本屋さんで売られてる本を調べたんですけど、大阪大学の MBA の研究計画書の実例が掲載されてる本がないんですよね。予備校で指導して大阪大学の MBA に合格者を出したという事例が少ないんだと思いますね。本に出てないんですよ。ではですね、その本を読んだ場合に、どの大学、大阪大学が出ていないとしたら、類似の大学ですね、同じような傾向の大学の研究計画書を参考にしていただければいいんですけど、その場合ですね、筑波大学大学院のですね、経営学学位プログラムという研究科がありますんで、そちらの研究科、研究重視です。まさに大阪大学と同じですから、市販の本で合格者の研究計画書の実例を参考にする場合は、その筑波大学の大学院の経営学学位プログラムの合格者の実例を見てください。そしてそれをもとに大阪大学の MBA の研究計画書を作成するといいかと思います。はい、次に小論文ですね。10問問題が提示されて、その中から1題選択して回答する形式になってます。経済学研究家ですから、幅広い問題から選べるようになってます。紹介しますと、ミクロ経済学が1題、マクロ経済学が1題、経営史が1題、経営組織、経営戦略が2台ですね。まあ、経営組織が1台、経営戦略が1台っていう形ですね。で、会計が2台、最適化数学が1台、確率統計が1台という形の計10問が出題されてます。で、ここではですね、ビジネスコースの受験者、MBA 目指す方がの多くが選択する経営組織と戦略について説明していこうと思います。小論文の出題傾向ですが、学術研究を重視している大学院ならではの傾向が見られます。経営理論だとか経営用語について説明する問題が出題されます。例えば経営組織で具体的に説明しますと、弟子の内発的動機づけ理論について説明しなさいだとか、目標設定理論について説明しなさいだとか、あとは経営戦略だと、プロダクトポートフォリオマネジメント PPM ですね、について説明しなさいといった形で、経営理論だとか経営用語を知らなければ何も書けないような論述問題が出題されます。経営理論だとか経営学の用語を正確に暗記しておく必要があります、対策としてね。その場合、じゃあ具体的にどんな本を読んで勉強したらいいのかというと、こちらにおすすめする本をお読みください。まず経営組織の方ですけども、桑田先生と田尾先生が書かれた組織論という本ですね。有比較アルマから出ている本ですが、すごく役立つかと思います。で、経営戦略の方ですね、これは大崎先生等が書かれた経営戦略ですね。こちらも有比較アルマから出版されている本ですけども、こちらが役に立つかと思います。小論文対策、この2冊をお読みいただければですね、合格点は取れるかと思います。では次が面接対策ですね。他の MBA と同じですけども、事前に提出している研究計画書ですね、これに基づいて行われます。面接に関してですけど、これも一般的なね、ケースメソッドを採用している MBA とは違って、やはり学術研究を重視している MBA ならではの面接が行われます。まあ、研究に関することが、質問の中心になるということですね。じゃあ具体的にどんなことが質問されているのかというと、まず一つ目は、じゃああなたの研究テーマの新規性は何ですかと、サムシングニューですね、どんな点が既存の研究にない新しい点ですかっていうことを質問されますね。2点目が、研究テーマ設定の背景は何ですかと、まあビジネススクールなんで実務上の経験が背景になってますね、その実務上の経験を質問されます。3つ目はですね、先行研究ではどんな研究がなされているのということで、先行研究に関することが質問されます。研究方法はどんなアプローチを使いますかということですね。自分が考えているこの研究するにあたってどんなアプローチを使うのか、まあ研究アプローチっていうのは
量的アプローチと質的アプローチがありますが、そのどちらを使いますかということですね。それから分析に関することも聞かれる場合があります。量的アプローチの場合は統計解析ですね、多変量解析。質的アプローチの場合はグラウンデッドセオリーアプローチが使われる場合が多いんですけども、これらに関することが質問されます。で、次がですね、データですね。まあ、MBA の研究ですから一次データを取らなければいけない。じゃあそのデータはどこから取りますかということですね。それが質問されます。最後がですね、あなたの研究の学術的な意義は何ですか。さらには実務上の意義ですね、実際の仕事上の意義、この2点ですね、学術的な意義と実務上の意義、これが質問されます。以上がですね、面接で質問される項目ですので、今説明したことを用意しておいていただければ問題ないかと思います。大阪大学の MBA はですね、繰り返しですけども研究を重視した MBA ですから、受験の際には研究計画書の作成に最も力を入れてください。で、次がですね、小論文ですね。先ほど説明しました通り、経営理論だとか、学術経営学用語が出ますので、それらの知識を正確に暗記しておくようにしてください。で、最後にアガルートの宣伝をさせてください。アガルートのですね、国内 MBA 試験の公式 LINE にぜひ皆さんご登録ください。ご登録いただけますとですね、 LINE 登録者だけが見れるこう限定動画ですね、だとかお得なクーポン情報なんかもですね、皆さん得ることができますので、ぜひご登録いただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございます。アガルート公式 LINE では YouTube 未公開の限定動画やお得なクーポンを配信中。詳しくは概要欄をチェック。最短ルート、アガルート。